でもお肉なんてどうすればいいんだろう。魚だったら釣りすればいいけど。ってこと、僕これはごくそんくんな。でもここは、俺がそんなにお肉狩り狩りのコツはそんじゃ、お肉しか。八郎兵衛さん、鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたな。よし、いいよ、ラッキー。鹿に見つかったら逃げられちゃうぞ。うわっ、すごい木だ。鹿に見つからないように後ろから近づかないと。やっ、おみゃ、かい、これであんまりやらせん。そんじゃ、スタバー。はい、もんさい、確かソンの奴が生き返ったわけではあるまい。まだドラゴンボールが使われた様子はないからな。いや、はっ、あっ、そう。どこのどいつかわからん。敵であれば倒すだけだ。おい、貴様、その、俺は、だ、かかって。そうか、貴様とは一度手合わせしたことがあった。どうした、その程度か。そうだ、昔、天下一武道会でな。乗り換え、うわっ、うわっ、うわっ、ほっ、また雑魚と呼ばれたのか。
俺を憎めるなよ。ふっとつつつつわきさあうっまちゃんこうさせろわっなるほど、技、動き、そしてタクサはなかなかだぞ。俺だってあれからも修行を続けてるんだ。まちゃんこうさせろわっふっわっとつつつマシャンコーサップ。やっぱり強い。貴様の力は大体分かった、貴様俺だ二度そうっす。俺だぜ。これは凄まじい木の塊だ。地球人でこれほどの強いパワーを持つやつ、以前の天下一武道会に出ていたやつらか。これは凄まじい木の塊だ。おお、なんというパワーだ。ピック、俺の随分だった。俺は組織さ、俺は相手。貴様は天下一武道会で孫と戦った。どうしたら俺の本気を引き出してみろ。ジャラジャラ魔剣考察法チリトジャラ。多少はやるようだな。その程度か。これくらいにしておくか。おたまよ成長かな。おお、なんというパワーだ。おい、やっおい、あ、うん、とっちゃ、ちっちゃ、こりゃ、ち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 ゃ、
力不足と思い知る。ここまでか。力の差を思い知ったようだ。バカ、俺さ、見て。 これは凄まじい木の塊だ。 昔は俺も、よし、遠慮。 昔は遠慮。さあ、おめえも。
어이 이다 어이 早く行かなきゃ。それ以前にくたばっているかもしれないな。よし。いつでもいいぜ、かかってこい。その程度だったか。おい。いいだろう。俺は自分を高めるのみだ。雑魚がいるようだな。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王、あ、おめ海王者、えお前しちがあれ誰たったしゃる、そこのトンプップ、悪か。
教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。俺は少しでは。よし、浮かれ順。なんとか飛べるようになれたけど、ピッカロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。どうだ。
あれ？ どうし、修行した方がいいかな。よし、怖いけどやるしかない。逃げ、逃げるのではない。感じるんだ。どうしたらいいか考える。そして動け。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。いや、しょくあまちん。うわば、ひとまずやめるときとそれに。そうだよっち。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし。
さん元気かな。こんなところに誰かいるのかな。急がないとピッコーさんにバレちゃう。こんになれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。この俺を倒す。どうした？どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか？チッ
ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。何か文句でもあるのか？うん、ありがとうピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あっ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして、決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。
来る。やつらはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前、ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちに起こすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。こいつら結構できそうだぜ。テジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕、孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。
やら少しは楽しませてくれそうだな。さあ次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギェお前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。ヤムチャさん。なんてやつだ。自爆しやがった。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さて、ドイツから片付けてやるかな。ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。とどめだ。チャオズ。何をする気だ、チャオズ。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。チャオズ、仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。悟空？
お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。やつ、ピコ、どうして？あ、ピコ。残り時間はもうないぞ。じさ。やかかかかせんなっとかまそのかかる食い止めるだと。僕がやるんだ。太陽拳。ご飯がやるなら俺だって。よせ、お前らは皆殺しだ。サイヤ人の血を引いているんだ。少しはこの俺を楽しませるんだろうな。すげえことやってくれるじゃん。腕がちょいとしぐれちまったぜ。太陽拳。バカな。くたばるなよ。もう少し遊ばせろ。どうした貴様ら。もう終わりだ。ジャスト。ヤッコイチ。ヤッコジャスト。太陽拳。バカだ。
バカだ。こいつ。ごくさん急ぐ。頼む。お、チャージ。頼む。大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まって、あっちだ。敵兵器が2つ、もっと敵兵器が2つ、小さい機が1つ、数が合わねえ。誰か死んじまったんか。